おはようございます。10月22日、まもなく午前8時になろうかとしております。今朝も大阪天神橋市商店街天禄にございます、てんこりスタジオから朝刊チェックをお届けしてまいります。 え、どうぞ今日もお楽しみくださいませ。新コーナーも始まりました。英会話とっさの英会話、めっちゃ役に立つことを今日もお話をしてまいりますんでね。えー、朝朝刊読む準備をしておりましたら、外に人影がありまして。あ開けときましょうか？ はい、えー、女性がお二人立っていらっしゃいましてお忙しいところすいませんあの長官読んでらっしゃるとこ分かってるんですがいつも見ております、ありがとうございます、おそらくラジオからこちらの方に YouTube の方に来ていただいた方だと思うんですけれど、えー、すいませんがあのステッカーまだありますかはいあのこちらのロゴの入っております、えー、これで今見ていただけますかね、この辺りに。はい 長官チェック配信中と出ているここのロゴを、えー、T シャツとかあステッカーとか、えー、ハンカチにもいたしました、まあ、あの T シャツとハンカチはおかげさまですべて売り切れましたのでステッカーはございましたのでそれを朝から販売することができましたありがとうございますまたあで見ますって,言って言っていただきましたさてその朝刊の準備をしておりましたときに今朝は 朝マックをしていたんですがタイトルにもありますようにですねマクドナルド、まあ、今は月見バーガーのちょうどシーズンですか、うん、定番のものもあります私まあフィレオフィッシュが好きなんですけど、えー、あれはまあ、ねえー、作ったらすぐに食べんとふにゃふにゃになってしまいますけれどあのマクドナルドのさまざまなメニューの中でですね最も売れていないものは何か っていう記事が出ていたんですが、ねまあ、海外ではあったんですがなるほどなと思って今日行きました、はいえー、飲み物何になさいますかと聞かれて、えー、ホットティーと言いましたそうなんです正解はその記事によりますとホットティーあったかい紅茶なんですけれどもね えー、でホットティーってちゃんと言ってるんですよ、まああの、店員さんは日本の方ではなかったですけれど、ちゃんとまあそういうやり取りはできますからあ、ホットコーヒーですね、いや、違います、ホットティーです、紅茶ですと、<laughs> まさに英会話ではありませんが、ホットティーって、まあ、まあもっとちゃんと言わないといけないのかもしれませんが、えー、お願いをいたしました。 初めてです。人生初めて、これまでマクドナルドは数々利用してまいりましたけれども、ハ、えー、ッティーを頼んだのは、ですね、初めてですね、こちら、マックカフェ、いつもコーヒーの入っている、ここに何が入っているのかと言いますと、ちょっと今、これ、上から見せることはできない、こぼれてしまうんですが、実はこれ、えー、お湯が入っているだけなんです。 知りませんでした、えー。こちらのリプトンのティーバッグとともにくれはるんですね。へえ知りませんでした。紅茶をおいしく飲む方法ティーバッグを静かに入れて蓋をして3分茶葉を蒸らして蒸らすことで紅茶本来の味を引き出しティーバッグを5回揺らして取り出します。 カップ全体に広がった紅茶のおいしさを楽しむことができると、えー、残念ながら新聞読んでる間にお湯ちょっと冷めてしまっておりますけれど、えー、では皆さんもまだバタバタされている時間かもしれませんしあるいはお昼休みとか休憩時間夜にご覧になってる方もいらっしゃるかもしれませんもしよろしければ、はい、紅茶のなど飲みながらはい、えー、今から3分ちょうど ヘッドラインをやり終わったぐらいのところで開けたら、ええ、感じになりますでしょうか。では今日もお付き合いくださいませ。朝刊チェックのヘッドラインです。大阪府と東京都は昨日それぞれ新型コロナウイルス対策新型コロナウイルス対策本部会議を開き。 飲食店への営業時間短縮や酒の提供を制限する要請を25日から解除することを決めました通常営業はおよそ11ヶ月ぶりのことですアメリカの製薬メーカーファイザーは新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種について臨床試験を行い発症を防ぐ有効性は 95.6%だったと発表しました保釈中の被告らの逃走を防ぐため GPS を装着することなどを盛り込んだ法制審議会の答申が出されました一昨年の参議院選挙をめぐる大規模買収事件で公職選挙法で実刑判決を受けた河井克行元法務大臣が 東京高等裁判所に出していた酵素を取り下げ懲役3年追徴金130万円の刑が確定しました日本大学附属病院の建,建て替え工事をの設計をめぐり背任容疑で逮捕された元日大理事が 病院で使われる医療機器などの調達に関して少なくとも1億円以上の大学の資金を流出させた疑いのあることが新たに分かりましたプロ野球です、阪神タイガース6対1ドラゴンズを下しました、はい。昨日実はちょっとイベントに出させていただいておりましてその食事中、大型モニター気になって、気になって仕方ありませんでした、タイガースが。 移動して点差広がってちょっとまあ心配な点があるということは後ほどお伝えをいたしますが6対1でドラゴンズを下しましたスワローズが7対11カープに敗れましたのでマジックはそのまま私が個人的に注目をしておりますウグサ選手ランニングホームランではなくまあ、記録はヒットとエラーなんですがあの狭い神宮球場でランニングホームランと同じような当たりを話しましたですねはい、ね えー、そしてバファローズ3対2でライオンズ逃げ切りました残り1ゲームーマリーンズのマジックが5なんですけれどこちらが6ゲームありまして裏マジック3という珍しい状況になっているということですバファローズあと1試合勝てばマリーンズを追い込めるというところまで来ております以上今朝のヘッドラインでした 見事音楽の長さに合いましたですね。えー、プロの技ですね。<laughs> いやいやいや、たまたまですけれど、はいえー、まず今日は読売新聞を買ってまいりました読売だけではなく各紙、えー、同じような見出しでありました大阪25日から時短解除。 新型コロナウイルス対策の会議を本部会議を開きました感染状況や医療体制が大幅に改善しているといたしまして飲食店に対する営業時間短縮や酒の提供制限の要請を25日から解除することを決めました東京大阪の飲食店はおよそ11ヶ月ぶりに通常営業に戻るとリードに書いております ままあまあもう実質上、この天禄界隈も通常営業のようなところが多くはなっておりましたが大阪は24日にしようかっていう話がありましたけれどももう25日にするということですねえだから月曜日から週明けということになりますはい3。4 では、いい紅茶の香りですねああマクドナルドさんどうですか朝刊、えー、チェックの朝マックスポンサーに <laughs> なってはいただけませんでしょうかいえなかなかいいですねコーヒーいつもコーヒーなんですけど今日は紅茶をいただいておりますさてえー とまあ、あ酒飲みにとっては喜ばしいことではあるんですけれど1、えー、テーブルに4人そして、えー、2時間までの時間制限あるいはまあまあパーテーションが今置いてあったりはしますわね、えー、そういったことは、うん、引き続きお願いしますよと、まあ、第6波、7波とかっていうようなことが考えられる中で全く、うん、その。 制限をゼロにしたらあかんのだと、うん、いうことはわかるんですけれどどうなんですかね、阿蘇山が噴火してレベル3になったら、まあまあ、付近の住民にとっては当たり前の話ですし気象庁もそれほど大層なことだとは思っていないけれども、まあ、一応、念のため、えー、警戒してくださいねっていうような感じなのかですね。えー 実際まあこれだけ感染者の数が減っているということはですよ、東京でいうと1400万人あるいはまあ日中の人の出入りを考えるともっともっと多くの人が出入りをしている中で数十人レベルまあまあそもちろん重篤になっていらっしゃる方もあるのでその人たちのことを考えないでいいかちょっとそうなんですけれどでも、何ああて言うのかな一回やり始めた ことについてなかなか軌道修正できないこの日本人っていうのをこういうところにも感じますよねだって一択4人2時間の制限っていやお店が回転率を,を上げようとしてですよ、はいえー、混雑時は1グループ2時間制でお願いしますとかっていうのは、まあ、商売上分かりますしそれで追い出されることもあるわけですけれど。 行政が2時間でって言ったからって言うて一応言ってますよ的なうんなんかやってます感パーテーションがもうそうですよねまあまあパーテーション業界の皆さんもうこれはまあバブルは終わってるんだと思いますけれどえも,うもうええわって言うようなところではないでしょうか一度やめたら止められないという日本社会の えー、ほんまにどうなんかっていうことを考えないというところはちょっと思いますねで、えー、飲食の皆さんにとってはだから通常に戻るということはあもう補助金は下りないということですからすで、えー、に繁盛しているところもあれば以前のお客さん、うん、頑張ってやとかいうものの戻ってきてないところもありますしそれはまあお店とお客さんとの,その向き合い方というか、えー、それもあるんで。 一概に行政が悪いとかお客さんが移りやとかっていうことだけじゃなくってお店の側に問題のあることも当然あろうかとは思いますけれど、まあ、頑張るしかないですよねそれぞれね一国一城、それがまあ自分で本当に経営をしているのか任されているのかは別としてですねそこで頑張るしかないわけであります。でまあ、出たお金 あのー、そうですね、えー、財政出動とかっていうことについては今、ばらまき、先日、財務省の事務次官がそれでいいのかっていうことを言いまして、経済界でもそういう声は上がりましたが、しかし選挙戦では、えー、ばらまきます、ばらまきます、ばらまきという言葉は言いませんが、実質ばらまきます、いや、ばらまきって言うて何が悪いねんっていうコメンテーターもいらっしゃいましたけれど。まあ、僕もあのー 経済の仕組みとしては、えー、国という主体と民間企業という主体と個人という主体の中でお金をぐるぐる回すそれがよく回っていればあそれが景気がいいということですしインフレにもなっていくっていうことなわけですからそういう原理から言うと今あ個人あるいは民間企業がなかなかお金を回せないという中で国がお金を出すっていうこと自体僕はまあ別に悪いことでは ないと思うんですね、まあ、それをそのコメンテーターとして人を小バカにしたような言い方をするのがいいのかどうなのかっていうところは感じるような番組もあったりなかったりでございますけれどもね。うん、で、えー、飲食はまあでもまあこれでその解除でまあお金は。 困るわけで、まあ、頑張りましょうとでもまあこれまでに、えーまあ、いや何百万というお金がそれで足りてるか足りてないかは店の規模によります雇用の、ね、規模にもよりますけれど雇用調整助成金を出して、えー、アルバイトの人に休んでもらってみたいなところもあったでしょうけれど、まあ、これがなくなるわけですね。でなくなってででもこれまでに 渡されているお金そのままだとあれ全部利益になってしまいますので、えー、来年以降ですね、えー、税金としてまた戻されるっていうことになってしまいますもう,もうおそらくお気づきだとは思うんですけどね、えー、去年の早い段階から私あの飲食店に対する補助金というか交付金が出るっていうところからお話をさせていただいておりましたが、えー、あれは 利益になりますんで、仕入れもせずに、まあ、家賃とか電気代の基本料金はかかるけれども、ほぼ出費のない中で、ですね、えー、利益だけが積み上がっていってたわけで、それは税金として取られますよと。うん でかといってじゃあみんなでまあハワイは行けないにしてもえ沖縄へ旅行行きました家族で行きましたっていうことを税務署がそのままはいわかりましたこれを経費ですえベンツ使いましたあそれもはい経費ですっていい絶対認めてくれませんので税金で持っていかれますよっていうことはお話をしたわけでありましてようやくそのことに気がついたのかもうこのところ あの内装工事屋さんがもう非常に忙しくされてますよね、もうあっちもこっちも内装工事やってはりますんで、まあまあ、あどうなんですかね、えー、他に他にお金の使い方がないし、えー、これを機にっていうところも、うん、あるのかもしれませんが。 まあ、そこで内装工事屋さんあるいはそこの職人さん、えー、他で働けなくなった人が、まあ、運転なり、えー、軽い作業なりをして、えー、雇用が生み出されでその人らが「あ今日もしんどかったらもう土日もないわもう,もう飲まないやってられへんわ」言うて、えー、飲みに行きはったりすることでお金がぐるぐる回るのなら、まあ、それもまたよしかなとは思いますけれど。 あと昨日お話をしておりましたデザイン会社の社長さんが言ってはりましたけれど、うんまあ、飲食に限らず人手が減ったわけなんで、えー、流通というかその困っているわけですよね、えー、売り上げが立たなかったということからこれから あ人が出てくるんで、えー、年末商戦もあります、まあ、お世暮文化はだんだんなくなってきましたけれど、えー、そういったことをやっていくセールの、えー、いろんな準備をもう、まあ、もう当然、まあ、この,この25日からとか10月1日からということじゃなくて先を見越して商売ですから考えてはるんですけれど、えー、いろんなところが。 自分たちの商売は今はまだしんどいけれどこれから回復していかなければならないということでかなり多くのお仕事がデザイン会社に来ているっていうようなことを聞きました、うん、あるいはまあ昨日来られた方なんですけれどここはあの応援機器というかそういうのを販売をされているところなんですけど 自動車もそうですけれど、今、物がないんだそうですね、えーえー。売る体制はあるし、お客さんもあるし、買うてくれはるんだけど、物が入ってこない。えーえー、それは結局、海外に、うん、生産拠点があって。 でそこは別にその方は作ってらっしゃるわけじゃないので、えー、大きい名のあるところからまあ仕入れてそれを売ったりリースしたりというお仕事をされてるんですけれど、えー、海外の工場そのものがストップしてしまっているコロナの関係であるいは作っていたとしても持ってくるその瓶がないとかっていうので、えー、売るものがない。えー、飲食店とはまた 違う形でコロナの影響、まあ、半導体が不足しているということもありますよね、えー、そういったことからあー大変なんだというのはお話を聞いたりもいたしました、まあ、どこまで自民党さんが、えー、自公がそれを聞いてですね手を打ってくれはんのか分かりませんがアメリカの製薬大手ファイザーは新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種について臨床試験を行いました。 3回目、えー、ちゃんとワクチンを打った人とワクチンじゃないやついわゆるプラセボ効果というやつですね生理食塩水かなんかだと思うんですけどそれを打ってワクチンを打った体にしてで、えー、どのぐらい差が出ますかということをやりました NHK のニュースサイトに出ておりました有効性が発症を防ぐ有効性が95.6%であったと。 いう数字です、まあ、あこれをそのまま信じるというふうにいたしますとやっぱりまあ1回目だけでは足りない、えー、2回目で効果は出てみんな一安心でもやっぱり時間が経つと、うん、どうかなあるいはまあ感染力の強いと言われていたデルタ株の問題その後もまあどんどん新しいものも出てくるでしょう変異したものがですね。えー、そういった意味で 3回目っていうのを打ちましょうというそういう数字なんだと思うんですね。でまあ僕は、まあ、いろんな意見があってまだ勉強中のところもあるんですけれどワクチンの有効性というのがあるだろうと自分で信じて自分の頭でそう思って自分で学んだところで思ってでまあ家族にもそのように話をしてでまあ打つわけですけれど。 でまあ、社会の要請というなんか無言の圧力もあったりしますけれど、まあ、一方でそうでない人もあるわけですよねえワクチンの有効性やワクチンを打つ必要があるのかっていう考えの人ももちろんあってその声も聞きながら今のところ僕はまあワクチンを打ったほうがいいと思っているんですけれど、まあ、あくまでこれまあファイザーにしてもモデルナにしても うん、巨額の開発資金をかけてですねで商売としてやってるわけなんでもちろんその人道上のことも考えて製薬メーカーが動いてるというのはあるでしょうけれど世のため人のためにやってるんでしょうけれどでもまあ民間企業としての利順の追求っていうのはあるわけで,でそういうところがいやこ,のこの検査結果あの臨床試験の数字を怪しんでるという意味じゃなくって。そら そら3回目、4回目、5回目いやいや、毎年打ちましょうインフルエンザはインフルエンザで打ってください新型コロナは新型コロナで打ってくださいってなった方がそれは儲かりますわなそれが科学あの体にとってどうなのかということは今、一旦置いといてその検証は検証で別にしてもらうとしてですよそれは当然そうですわなと。 でこれ今国費で売ってくれてるでしょ国が、まあ、まあそれもいいと思うんですよあの状況の中で、えー、日本はまあ諸外国に比べて臨床試験が遅くなったんで、えー、数ヶ月遅れてしまったっていうのはありましたけれど、まあ、国がお金を出して大きな仕組みを作っていろいろとトラブルはありましたけれどもやるのはいいとは思うんですが。 そこにあ,あんまりこうお金の話が出てきてないでしょう。いや、金かかるからやらんでええんやっていうことを言うわけじゃないんですけれど、うんその視点とかっていうのがないままでいるのはちょっとなって思って、で、今朝つらつらと、えー、お風呂を入れて、 いてい朝風呂に入ろうと思ってたのが線が抜けていて、えー、非常にショックを <laughs> 受けてたんですがもう一度お湯をためている間に、えー、調べておりました、えー、ワクチンの値段どうなのか去年の記事と今年の記事とが出ていましてだいぶ差があったんですけれど、えー、1回あたりの値段でいうと去年の記事で40ドルというのが出てました。 110円換算として日本円にして一本4400円ということになりますね。一方、日本のなんか予算のことでいうと事務経費180円を入れて2070円の計算というような数字も出ておりました。まあ だからどうやとか、なんぼか本人負担にしろとかっていうことではないんですけれど、えー、有効性とかっていうこととともにですね、えー、1回打つのにどのぐらいかかってんのんと、これ、おそらく今、40ドルとか2070円っていうのは、あ そのお医者さんに1本売ったらなんぼっていう手当をつけるとかっていうのは関係のない数字だと思いますんでえそういう経済性のことっていうのもうんちょっと僕は気になりましたさて読売新聞1面2番目の扱いです「被告逃亡防止に GPS」 侮辱罪の厳罰かもということですがまあ今日はちょっと侮辱罪のことは置いておきまして GPS の問題、もう私の行動はあスマホを忘れていなければ常に。 どこにいるかは補足されておりますし、えー、そして、この腕時計、えー、ガーミンの腕時計も GPS がついておりますので、えー、どこに行ってどのぐらいの移動のスピードでどう行ってるかっていうのは、まあ、もう <laughs> 全部把握されているわけですけれども、えー、保釈された被告についてその逃走を防ぐために GPS を装着するかどうか。まあ 正直、もうあのゴーンさんに逃げられてしまいまして日本の司法がゴーンさんを追っかけることができないというふうになった段階で、えー、GPS でも何でもとりあえずそういうものは必要だとお保釈金を積んだところで保釈金というのはその人の経済力とかあるいは、えー、罪の重さとかっていうことで決まるのだとお今朝も石田医師さんが解説をしてはりましたけれど。 要は、ほんまにお金持っている人にとってです、ね、1億や10億の保釈金を積もうが、逃げられるんやったら逃げてしまうわけで,で、レバノンへ行かれたらどうしようもないということから、まあ、GPS をつけるということはもう、もうほぼ規定のことで、どこまでの範囲の人にやるのかというところが、まあ、法制審議会で実質審議されていたということなんですね。 読売新聞は1面と3面で大きく報じております。えー、こちら、3面ですね、えー、逃走防止保釈金頼み限界、ゴーン被告の海外逃亡危機感という見出しであります。うんえー、あの <laughs> トンケ で言うんです。トン・ケイシ,、はいえー、シャ、鳥の住んでるところ、えー、豚の住んでるところ、トン・ケイシャではなく、えー、新聞上はひらがなでトン、はいで刑事罰のケ「ケイ」えー、拙者の者「シャモですね、はいトン・ケイシャ。懲役や禁錮刑が確定しながら所在不明になったトン・ケイシャ。 去年6月末現在で41人に上ると、まあ、このトンっていうのは、あのイントン生活を送るのトンですね。えー、かけって言われたら8日間のではい、うんあの、調べてください。えー、そういう、まあ、トン系者。 えー、本当だったら収監されてないといかんのだとで、まあ、裁判で有罪になってそのまま収容されてっていうようなことの、まあ、システム上漏れがあったりするうそんな拘置、うん、所からあ本当に逃走するっていうようなそのドラマみたいなことではほとんどないわけですけれどでそういう人に対して、まあ、まずはこう海外逃亡を。 防ぎましょううとということですねで、えー、新たな制度では裁判所が保釈を許可する際に GPS 端末の装着を被告に命じることができます。でまあこれはまあ腕時計型なのか足首につけるのかとかっていうようなことが考えられるわけですけれどでその上で空港に立ち入らないなど守るべき事柄を設けまして端末が違反行為 行為を検知し裁判所に通知した場合裁判所から連絡を受けた警察官や検察官が現場に駆けつけでその行為によって1年以下の懲役というような罰則も、まあ、別につくということですね何らかで捕まって、えー、裁判にかけられて保釈されている。 ま本来、保釈はすべきだと日本は人質司法なんだっていうふうに弁護士会が言ったりしていますのでえ証拠隠滅の恐れがなかったりすれば保釈されるべきえ悪いことやったやつは捕まえとかなあかんやんって言うけど基本推定無罪え有罪が確定するまではその人は無罪と推定されるのだ。 というのが、まあ、なかなか庶民感情としては受け入れがたいところですけれどお社会の仕組みとしては冤罪もある中で,です、ねえー、そ,うその原則というのは守らなければならないと今あ日本の制度は設計されているわけですねで、えー、その中ででも逃げられたらあかんということから GPS をつけましょうということでございます。うん さて、えー、おととしの参議院選挙で大規模買収事件がありました公職選挙法違反で実刑判決を受けました河井克行元法務大臣、法務大臣ですよ、ね、法務大臣が金配って、ねえー、総理が大臣からですと幹事長からですといろんなことを言いながらトイレ行ったときにちょっと渡したり。えーまあ、それも まどうですかね、えーえー、3万円とか10万円とか30万円とか、いや、それもらえたら嬉しいですよ、今夜の飲み代が浮いたわ、あそらそうですけれど、まあ、ある意味、ねえー、もう支持する関係ができているところにですよ。うん 反対してる人に1万円出してそれでこっちに寝返ってくれるんやったら別ですけどそうでない人になんぼかって言われてあっあっちに30万円渡したのに俺3万かみたいなことで逆に圧力うむんちゃうかなとも思うんですけどそんなことがまあまあ大規模に行われましたそこに1億5000万と言われる党から送られたお金が使われたんじゃないかと言っているんですけれど自民党はそれを否定していますえ嘘つけと思うんですけれど。 まあその事件です、えー、責任はすべて私が引き受けますと言って東京高等裁判所に出していた控訴を取り下げたと一審の判決が出たところですぐに控訴してたんですよ納得できんというふうに言ってたんですよね、うん、河合さんなんでなんですかね、まあ、もともと今拘置所にいますんであの 少しでも社会復帰を早めるためっていうような観測記事も今日読売新聞は書いておりましたけれどえまあ僕が思うのはあのこの選,挙の選挙戦始まっているタイミングで野党がまあいろんなこと突っ込みますよねあまりさんの問題も突っ込んでますよねえそんなことがいっぱいある中で解散のことも突っ込まれないようにっていうのでまあこのタイミングで やめままししたたと、うん、取り下げましたはい、おしまい、めでたし、めでたしと自民党は言いたいがためにわざと引っ張ってたんかなというふうにも思うんですけど。 まああの自民党が自分たちの出したお金1億5000万についてはちゃんと正しく使われたと、その中にはお金に色はついてませんけれど政党交付金、国民からの税金のお金も入っているわけなんで、ですねそのことが買収に使われたんだろうと、全部が全部でないにしてもそう思うわけですけれどその調査というのは、あまりにも納得できないことだなと。 僕は思います岸、えー、田さんにとってはやっぱりお膝元なんでね、えー、そこで何が起きたのかっていうこと都合の悪いこともやっぱり出す人であってほしいかったんですけれどやっぱり雰囲気を見てあの人は出さんのでしょうね、えー、で、読売新聞うん人気の元総理西へ東へと安倍さんと 麻生さん安倍さんはあマスクをつけてますが麻生さん、マスク嫌いですね、A、マスクなしに街頭演説をしています、でまあ、これはあの野党もそうですし、与党もそうですし、まあ昨日もここで朝、えー、やってはりましたわ。 ああああ僕に1回、いちゃもんをつけてきはったああ政治家ですけれど、はい、圧力かけるって言ってきたやつがおりまして、ですね、えー、そいつがそこでやってましたが、あのまあ、その与党も野党もそうですけれど、えー、本当に言うことそのまま信じるほうがいいですよ。い、ね、いろろんんなな人がいろんなことを言って ていることがコメントの端々が出ています。まあ、もちろん、新聞記者は新聞記者なりのファクトチェックをしてですね。あんまりひどいことっていうのは載せてないとは思いますが、ということはそれ以上に現場では、与党は野党の野党は与党のことを。まあ、もうボロッカスに言っていますよね。で、その中には実際にファクトチェックをしたら。 例えば与一郎さんの世界ですけれどもう本当にひどいフェイクニュースがたくさんあるように見ていますはい今、まあ、今日具体的にこの人のここでのこの発言っていうのは出さないですけれど出せないですけれどめちゃくちゃ多いというのは思います、まあ、間違ったこと まあ、昨日あの森さんとクリントンさんの話も出しましたけれど、あもう自分たちの都合のいいように解釈して、もうガンガン言ってますんで、えーまあ、そういう時期なんだなと、なんていうか、思春期の反抗期で親になんやかんや言うとき、僕もありましたけれど、そんな感じでですね、えー、そのまま全部、 受受けけ取って間ににたらあかんなといいう,ふうには思います日本大学付属病院の建て替え工事設計をめぐって背任の容疑2億2000万でしたかね大学のお金が不正に出ていったということで2人逮捕されております日大の理事だった男とそれから大阪の病院の関係者ですね もともとお金持ってる人はなんですけどね、なんであんなことするんやろうという声も聞きましたが、やっぱりお金好きな人は、えー、なんかあったら、お金、お金儲けは僕は悪いことでは全然ないと思ってるんですけれど、えー、悪いことしてでもお、お金が欲しいんでしょうね。医療機器などの調達に関して、少なくとも1億円以上の大学の資金を流出させた疑いがあると。まあ、ここは 今、逮捕されている2人だけじゃなくって、本当のトップとしての日大のトップにも,も事情は聞かれておりますけれど、本来関係してくるところだと思うんですけれどね。要は、病院1つ建てるってなったら、設計だけじゃなくて、施工もありますし、そこにねえ医療機器もありますし、人も必要ですし、いろいろと、 金づるになることっていうのはたくさんありますから利にといというか、うん、お金の匂いがするところに行って、えー、ビジネスをするということそのこと自体は全く問題のない話でそれとこれと一緒くたにしたらあかんのですけれどやっぱり法律であったりとか人の道に反することでやるのはいかんと。 えー、権力は腐敗するという言葉はがありますね、えー。ジョン・アクトンさんというイギリスの思想家ですけれど、えー、これはまあその、まあ、僕今権力は腐敗するって言いましたけど権力は腐敗する傾向があるというのがより正しい表現です。うん、で続けて、えー、アクトンさんは絶対的権力は 絶対的に腐敗するというふうに言っています。権力は腐敗する傾向にある。絶対的権力は絶対的に腐敗する。はいえー、つまりいい、権力程度だったらまだ傾向なんですけど、絶対的権力は絶対的に腐敗する。まあ、これは、 日大における今の権力構造ももうアンタッチャブルですからね、ですし、えー、自民党、公明党が長く政権の座にあるっていうことも、もう今や絶対的権力になっていたわけで、えー、それは絶対的に腐敗しているのでしょう、アクトンさんによりますとですね。 さて、えーと、プロ野球でございますタイガースー勝ちましたけれどもちょっと、まあ、高橋、ほぼ完璧最後ちょっと、えー、どうかなとで近本も良、ねえー、くないんではないかと、うん、どこがっていうと、まあ、なかなか。うん えー、まだ情報があまりない段階なんですけれどこのままいきますとクライマックスシリーズそして、まあ、2位であったとしてもクライマックスシリーズで勝ってですねで、えー、オリックスとの日本シリーズというのを期待したいところなんですけどちょっと心配です残ったものでやるしかないと監督は言ってますが、まあ、それはそうなんですけれどもね、えー、オリックス、今シーズン本拠地最終戦を 飾りました宮城が13勝目であと1試合なんですよ、えー、楽天戦で勝てば143試合勝率5割6分なんですねで、えー、これを勝つと前提にしてオリックスが残り1試合を勝つと前提にしますとロッテ マジックは消えてないんですけれどマジックが5なんですが6試合ありまして4勝1敗1引き分け以上が必要、えー、隠れマジック3という, <laughs> いうことなんだそうです。マジック のの計算の仕方ってなんかもうよくわからない誰かがやって出してくれたのをそのまま読むしかないんですけれど、えー、なので、うん、あと1試合勝てば、まあまあ、負けてももちろんロッテが全部負ければみたいなことはあるんでしょうけれど2位のロッテが6試合で4勝1敗1引き分け以上が必要になる。 とと考えるとあと1試合を勝てばいいという,うオリックスの方にバファローズの方になんか気分的には武があるような気がいたしますですね。はい、さあ,あここで、えー、ローカルニュースから「ドローカルニュースステーション」あの音楽そのまま使えないんでこんなことはあるみたいですよ、はい、読売新聞の25面から読んでみます。 え仮面ライダーが貨幣に変身とっていう記事のその下にえございますえ小さい記事なんでこういうのはあまり皆さん,んね聞きなさらないかもしれませんがなんかここ読んでって言ってくるんですよ仮眠中の車を狙って金品を盗んだ疑い男を逮捕という記事でございますまあ,あの ラジオをやっておりましたらドライバーの方はよくお聞きで YouTube になっても聞いてるよと言っていただきましてありがとうございます運転手が寝ている駐車中の車から金品を盗んだとして51歳の男が窃盗の容疑で逮捕・送検されております大阪府警です6月16日未明大阪中央区高津,高津の路上で駐車中の車の助手席のドアを開け 9万円相当の手提げカバンを盗むなどした疑いであると手提げカバンで9万円相当って結構いい手提げカバンですね中に9万円が入っていたとは書いていないんで手提げカバンが9万円相当ええやつやと思います運転手は板が仮眠していたって言うんですいやありますよね まあそれがその本来ダメなところで路中のところで寝て反応かタクシーなんかもそうですけれどあるいは道の駅みたいなところかは別としてですよこの男は同様の手口を繰り返しおよそ100万円の現金被害もあったといずれも車は鍵がかけられていなかったというんですよどうしても眠たい時に車を運転していて で歌うとたり、えー、あるいはもうなんか太ももをこうつねたり、えー、ですね、えー、もうほっぺたパンパンパンとこう叩いたりしても眠たい、えー、これはもう危ないから寝ようと思った経験はドライバーの方終わりかと思いますハザードランプつけてでもハザードランプつけてたらそのチッカ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 という音がまた気になって眠れなかったりもするんでしょうけどでリクライニングね後ろにしましてで 寝ている姿っていうのは時折見かけます、今日もどっかできっと寝てはったドライバーさんいてはるでしょう、鍵かけといてください、そのまま鍵開いてて、えー、泥棒に盗まれているという事案が結構あったと、生活費を稼ぐために100件ぐらいやったと、えー、男は容疑を認めているということだそうでございます。 以上ローーーカルニュスステションでしたでは続きまして今朝の一言失ってしまった信頼を取り戻すべく真摯に取り組んでまいりますテレビ朝日大下容子アナウンサーええー、き の放送の中でですね、えー、ごめんなさいと番組のエンディングのところで言い張ったそうなんですよ。大下横ワイドスクランブル」の中で不適切演出があったということなんですね。この番組ではこの時間に視聴者の皆様から番組にお寄せいただいた質問をご紹介してまいりました。 その質問内容を番組スタッフがあらかじめ用意し視聴者の皆様からの質問であるかのように放送していたケースがありました本当に申し訳ございませんでしたと番組を信頼してご覧いただいている皆様に大変申し訳ない思いでいっぱいです二度とこのようなことが起きないよう再発防止を徹底します 失ってしまった信頼を取り戻すべく一日一日の放送をより真摯に行ってまいりますと大下さん頭を下げましたまかわいそうっちゃかわいそうですねえー、えー、番組のーチーフディレクターがやったそうですホームページとファックスで視聴者からの質問を受け付けているんですが えー、このチーフディレクター放送準備のためそれまでに番組に寄せられた意見や質問を踏まえて想定質問案を作成し今年の3月以降その想定質問案を放送に使っていたということなんですよ、えー、本人が言ったわけではないでしょうから、えー、誰かに作られた でしょう、ねえー、あのー、いろんな考え方ありますまあ公式にというか放送の信頼よっていうことで言うとそんな本当に寄せられた質問でないものを勝手に作ってやっていいのかというお叱りの言葉があってこんなんが BPO 案件にされますとそれは駄目ですというふうに言われるでしょうけれど。 きり申し上げまして、えー、どこのテレビ局、どこのラジオ局もやっています、はい、えー、そのまま、そのままあ、視聴者、リスナーから来たものを、えー、そのまま、そのままや,はやりはしませんし、そこに、まあ、若干、手におはに手を入れるというようなことだけではなく、えー、昨日大下さんが頭を下げたようなこと。 いや、真面目にやってる人もいますし、えー、番組もあるでしょうから、えー、全部だとは言いません。全部だとは言いませんけれど、かなりのところでやってますよ。それは、それはね。で、最終的な、あその放送マンの最後の部分の、放送紙の部分を作る、我々出演者には、そのようには言わなくてもですね、えー それでも、まあ匂いはプンプンすることもありますしですね、えーえー、出した人からし,したら、えー、私そんなこと書いてへんとかですね、えー、言われるお叱りがある事例も私も知っておりますよ。えー、有名な番組のあのコーナーだって、えー、そういったことをこれまでも引き起こしておりますわ。で いやその世論調査の結果を富士山系グループの依頼を受けたところが電話もしてないのに勝手にやったっていうあれはあかんと思いますよあれはねそれはダメですでも、まあ、このコーナー僕ちゃんと見てないからと当面コーナー休止になるようですけれど、えー、それをほんまにテレビやラジオにどこまで求めはりますかいいやいやそれは 放送法に基づいてやってて、やっ公共の電波を使っていてそこを真面目にやれへんのかって「小森お前何言ってんねん」っていう声があるのは分かりますけれどでもまあはっきり言ってこのディレクターが悪いんじゃなくてそれはもう金カット人カットばっかりしか言わない経営の問題ですよそれはこの人かって別にそのちゃんとその予算が その人がおって、じゃあこれ、ちゃんとやってねって言うて、できていたら、うんまあ、時間がなかったっていうようなことの言い訳もしていますけれど、それはちゃんとやりますって、それができへんような、カ,カ,カット、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 本番の、はい、本番、はい、シュート、カット、そのカット、ちゃいますよ、えー、お金カット、人カット、えー、そのことばっかりが繰り返されている現場の中で、えー、結局、 こういうことは起きているわけですよ。で、過去にも多局でもいっぱい起きてますわ。で、まあそれもダメだと言われりゃそれはそうなんですけれど、もう一回考えていただきたいんですけど、えー、それ例えば、うん、まあ、そうですね、NBS でいうと昔のそのマン本舗みたいなものがありましたよね。 誰か視聴者の方がこういうことについて憤っていてこういう事例がありますそれをテレビで取り上げることによって世の中が動きますっていうそんなんを捏造するのはもちろん飽きませんけれど普通に相談事とかそんなんであればまあもう極端に言うとお便り募集って言っててお便りがなくてもこういうこういう相談って世の中にありますよね。 っていうようよな内容を元に、まあ、それを視聴者から頂い,いたという嘘をついたらあかんっていうのもあのお叱りも分かりますけれど世の中の人ってこういうことで悩んでるよね嫁姑でこんなこと悩んでるよねって、えー、そ,それをもとにコーナーやりましょうかって、まあ、そのぐらいそのぐらいのレベルのもんですよテレビやラジオや放送なんてええー それをなんか目くじら立ててってどうなんかなって思うんですけれどね、うん、極端なこと言うてますかね怒られますかねでも知ってますもんあのそんなんやってる問題になってるところはいた例えば まあこれは全然違いますけど、うん、相談ね、えー、読売新聞で言いますと、人生相談ですよ、人生案内ですわ、はい、これあの、菅さんが読んであったんですよね、えー、もう今、時間、あ、まあ、選挙中やからないか、うんえー、こんな、こんな、こんな相談です、えーまあ、おそらく文字数の制限がありますんで、そこはあ編集者が手を入れているかと。 思うんですけれど夫も呆れる悪口好きちょっとエコーかけましょうか夫も呆れる悪口好き茨城県 B 子さん四十、えー、代の女性、えー、悪口や噂話が大好きです自分の性格をもて余していますもともと内向的な性格ででも 心を開いた人には空気を読めずにペラペラと余計な話をしてしまいます、えー、その類の話題でしかコミュニケーションが取れません同僚や上司の失敗私生活など自分だったら話題にされたくないことをついつい口を滑らせてしまいます <laughs> とかっていうまあまあ,あのそういう相談なんですけどね、まあ、これが実在の茨城県の B 子さんなのかまあ そういうネタなのかっていうのは僕はあんまり気にならないんですけどね、えー、そ,そこになんか、えー、リアルさっていうものを求めるよりも何、うん、て言うんですかね、まあまあ、人の噂を人の弱みを楽しむっていうのが誹謗中傷みたいなところに行かない中で覗き見の本能とか。 っていうようよな中でのです、ねえー、エンターテインメントなんじゃないのかなと思ったりするのですがいかがでございましょうかでは続きまして昨日から始まりましたこのコーナーです。とっさの英会話 えー、この「天禄天ん森スタジオ」に来ていただきました牧野とか久慈葉とかそちらで英会話の教室をですねやっていらっしゃいましたあやっていらっしゃってます渡辺さんという方とお話をいたしましてこの方が作ったスキットがございまして。 き、まあ、昨日ちょっとあのごめんなさいね、えー、森元総理とクリントン元大統領のそんなことはなかったというやり取りの話をしてしまったんで、ちょっと本筋とずれてしまったんですけれど、あのそれはもう忘れてください、そのことは一旦置いておきまして、このコーナーでは、これ、知っとったらいいよっていう、そういうお話ですね。 この時に英語でどういうのっていうのを覚えときましょうというのを毎朝取り上げてまいります。で渡辺さんがおっしゃってたのがですねあの例えば病院へ行きますと病院へ行った時にだいたい例として出るのはお医者さんと患者さんが対面してお腹が痛いんですとか頭が割れるように痛いんですとか。 その調子の悪いところをどういうか、お医者さんがどういうかっていうところから始まるんだけど、英会話に不安のある人はまず診察室までたどり着かないですっていう話なんですよ。そうですよね。いや僕その視点めちゃくちゃ共感したんですよ。 まず病院行く、その病院探すところから始まったりとかして、まあ、まあ場所が分かってたらとりあえず行きます行ったらその受付で何を言うのかっていうところそこから始まらないとそのお医者さんにまでたどり着かへんでしょっていうところですわあなるほどなと思ったんで今日はまずこちらをご覧いただきましょう。 はい、病院で役立つ英会はその1受付での会話です A さんが病院の人 B さん小森と書いておりますがこんなやり取りが例えば行われるということです Hello, may I help you? はいこんにちは、うん、どうなさいましたか、まあ っていう風になりますかね May I help you? ダスキンの、えー、コマーシャルでこういう言葉が言われておりましてですね May I help you?、うん、で、P さん自分のことです I'm Mr. Comory はいなんか Mr. Comory、えー、自分のことをこう言うのってなんとなく日本人としては <laughs>、えー、違和感があったりいたしますが、うん、私はコモリと申しますとコモリと申します 日本の場合に私はと言わないですね。コモリと申します。ですわね。I'm Mr. コモリ .This is my first visit.、えー、ここ初めて来たんです。はい Okay.Then please fill out this form. はい。わかりました。はい。じゃあ、Then please fill out this form. 受付のフォーム。はい。 えー、書き込むとこですね。お名前とか住所とか。はいそんなん書いてください。年齢。まあ、そのフォームはまた日本の携帯とはちょっと違うかもしれませんけれども、まあ大体わかりますわね。ええ。Okay, then please fill out this form. で、私。It's hard for me to grip a pen. すみません。あの、ちょっと。 鉛筆ペン持つのがちょっと難しいんですなんか手が痛かったんでしょうか何なんでしょうかこれはまたあそれぞれの病状とかによるとは思いますがこんなやりとりがありますよとまず診察室へ行く前の例えばの部分ですね Hello, may I help you? I'm Mr. c o m o r i This is my first visit OK, then please fill out this form.It's hard for me to grip a pen. こんにちはどうし。どうされましたかあ小森と申します。ここ初めてなんです。あ、じゃあ、こちらの問診票、はい、書いてください。すみません。ちょっとペン持ちづらいんです。というようなやりとりでございました。以上、今朝のとっさの一言でした。ありがとうございました。 えー、今日も,も8時前からお届けをしてまいりました長官チェックでございますがもうあら1時間になろうかとしてしまいましてですねはい仕事行きます続きはアーカイブで見ます <laughs> ありがとうございます、はいえー、こんな感じでこれからもやってまいります長い時間にわたりましてご視聴ありがとうございましたなんとスポンサー募集中提灯をつけておりましたらなんとなく はいえー、最初のスポンサーが決まりそうなところまで現在来ております皆さんのご協力あっての配信でございますのでこれからもどうぞよろしくお願いいたしますチャンネル登録がまだの方、えー、ぜひチャンネル登録をお願いいたしますそして小森さんがラジオでいなくなってって言っていらっしゃる方がありましたら、はい、スマホで、えー、YouTube で見られますよと皆さんに広めていただければと思います高評価も1つよろしくです では皆さん、また明日。